はい、というわけで今回皆さんにご紹介するのは崩壊学園という新作のアクションゲームになります。こちらですね、いわゆるゾンビシューティングゲームみたいな感じなんですけれど、まあ、ここで見ていただければ分かるように、まあ、可愛らしい女の子が出てくるんですよね。ゾンビと美少女、まあ、そういう時も割とこうグッとくるポイントではあるんですけど、まあ、本作の魅力はそこだけではない。まあ、この魅力一番詰まっているのはバトルの部分になるので、ぜひちょっとそこを今回動画でお見せしようかなと思って、ちょっと早速いっちゃいますか。今ちょっと最初難しいところあるので、まあ、簡単なところで、こちら早速助っ人を選択できましたので、この助っ人というのはフレンドでして、この助っ人を選んでおくと戦闘中1回だけその助っ人の武器を使えるんですよ。まあ、変な話、強い仲間がいればそいつの持っている青龍刀みたいな鬼強な武器を使えるので、まあ、やっぱな友達は強い方がいいですね。あ、そうこちらですね、キャラクターのボイスを釘宮理恵さんがやられてまして、もうそれでもうあ来てるわで早速来ましょう。見てください、ね、ゾンビがもうね、なんか可愛い女の子なんですよ。可愛い女の子をこうやって可愛い女の子がバットでボコボコにする、もうボコボコにしちゃうのがもうたまらない。でこのちょくちょくねボイスでも釘宮さんの声入ってくるので、声優好きにもたまらない演出ですよ。で基本的な操作は左のこのバーチャルパッドで移動させながら、右にセットされた武器3種類を使ってるんですね。この武器結構種類もいろいろありました。マシンガンですとか、こう猟銃ですね。であと先ほどから使ってたバット、まあ、こうやって倒していくと、まあ、たまにこうアイテムと、まさにこれですね、こちら銃の弾数になって弾倉になってまして、基本銃って使うと減っていくんですけど、こうやってアイテムゲットすると、まあ、弾数は補充されると。弾数制限なので銃よりはどちらかというとバットを普通に使いつつ、今使うところで銃を使うというのが、まあ、今のところ良さそうかなといった感じです。で基本的にこう横にどんどん進んで敵を倒していくと。あ、で、回復アイテムありました。このピンク色のやつの回復アイテムで、ダメージ受けたやつも、これを、これでも、だいぶ回復すると。あ、早速ボス戦ですね。ボスになるとちょっと大きい敵が出てきました。今回は文学女子コース、ね、文学少女地下。全然文学少女っぽくねえなっていうところなんですけど、まあ、こいつを倒せば、このステージクリアになる。なかなかでもね、このアクション性が非常に高いゲームでして、まあ、こうやってこうぐる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 動けるしっていう。で、この動きのスピードとかも装備とか変更することで、そう、速くなったりとか、まあ、単純に防御力アップとかも全然できるっていう。そう、意外とこのゾンビの中で捕獲して何回も連続攻撃してくる敵がいたりするので、距離は取っていきたいんですよね。でも、弾数も心配だったし、近距離のバットと銃の使い分けっていうのは大事。あ、そう、フレンド使わずにクリアしましたね。まあ、せっかくなんで最後に記念にやっておきましょう。そうすると、仲間の武器が、今回8秒間使います。で、この弾数を無視して、バンバン使っちゃえっていうですね。まあ、最後終わったので、クリア。皆さん見ていただいて分かったと思うんですけど、まあ、割と、この、舐めてかかると痛い目に遭うぐらいの、ちゃんとしたアクションゲームになってます。この可愛い女の子を、可愛い女の子のゾンビを可愛い女の子でボコボコにする、もうそれをね、ぜひ皆さんも体感してもらいたいです。では今回はこちらで一旦終了となります。ありがとうございました。